とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。いつも本当にね、たくさんのコメント、ありがとうございます。釣り竿と合わせるのは、この武器がめちゃくちゃ強いっていうことで、教えてもらいました。これ、機械化装ブレード。で、実際使ってみたところ、あ、これは、結構いいかもしれないなって思った。何かっていうと、ソーブレードって使うと途中でオーバーヒートして止まるじゃない。こう攻撃してると、ガシャーンとなって、攻撃がね、2秒ぐらいできなくなるんだけども、これがね、起きない。オーバーヒートが釣り竿を使うとね、起きなくなるのよ。こんな感じになるのよ。これいいよね。このソーブレードは攻撃速度がとんでもなく速くて、使えれば強かったんだけども、このオーバーヒートってやつがね、ネックだったんだよ。それが起きないっていうことで、これは意外といけそうな気がするよ。うん。ということで、ちょっとハテナハテナハテナ、あのボスで試してみましょう。多分いけるんじゃない？それではボス到着しました。なんかねもうすでにソーブレードじゃないものを持ってるな。2本持ってるな。これソーブレードと釣り竿を両方持ってるような、なんか形になってるな。なんか変になってる。まあ、とりあえず行きましょう。まずね、エンチャントなしで行く。エンチャントなしでどれぐらい減らすか。うん、この前ね、他の武器で検証したので大体覚えてるんで、ちょっと見てみましょう。あ、でもね、攻撃力が低いんだ。パワー250だから。まあまあ、それも加味してちょっと見てみましょう。いけ。これは厳しいぞ。これは厳しいぞ。これぐらいか。まあまあ、まあ250だからね、攻撃力が。パワー250だから、まあこんなもんでしょう。263の探検よりも、うん、ダメージは低いね。とんでもなく低い。これエンチャント次第ってことかな、かもしれない。まあ、とりあえず、次エンチャントつけてやってみましょう。かなり攻撃力は低いぞ。じゃあエンチャは何にしようか。ソーブレードだから旋風衝撃波は相性が悪いもんね。出ないもんな。だから、パーセンテージでいけるやつ。雷でしょ？で、クリティカル、あ、追い打ち。これ確実に強いよ。多分相性は抜群だと思う。追い打ち、クリティカル、雷。抜群でしょ。まあまあ、回復スキルはないんだけども、これでいけるんじゃない？うん。まあさっきのが全然弱かったんで、どれぐらいの強さになるか、見物だね。行ってみましょう。微妙微妙だな。まあクリティカルは結構発生はしてるけども、どうだな。エンチャ入りで、この攻撃力か。そうね。やっぱ263になると、違ってくるかな。どうだろう。263で攻撃力どれぐらいになるんだろうね。多分263になると、40万ちょっと。45万ぐらいかな。になるから、今の、そうね、3割増しぐらいのダメージは出せるようになるのか。どうでしょう。ちょっと、俺の使い方が悪いのかもしれないけども、そうだね。俺的にはサイスの方が、使いやすかったかな。こっちの方が、良かったと思います。ただ、まあ、なん
とも言えないね。エンチャントが、もうこれでやっちゃったんで、もしかすると、他のエンチャの方が向いてるのかもしれない。うん。だから火力が出なかったのかもしれませんね。うん。まあ、ただ、ソーブレード、オーバーヒートが起きなくなるので、使いやすくはなります。ただ、あれだね、攻撃範囲短いんで、重力は欲しいかも。普段使いするなら。だったら、敵をガリガリ削っていけるんで、うん、重力はあった方がいいかもしれませんね。うん、まあ、とにかく俺は、今のところサイスの方が、使いやすかったです。はい、という結果になりました。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。